久留米市出身こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡県立福岡中央高校からお届けします。こがけん頼んで、イエーイ。今日は3年生井川伊吹さん、細マッチョになってモテたい。ただ部活柄なかなかうまくいかないようで。僕今陸上部で円盤投げとか投擲種目をやってまして。えすごいね。ガタイもいいもんね。はい、おでそのガタイがいいっていうのが悩みで。そのガタイがいいが悩みだった。最悪のスタート。細マッチョになって、細マッチョになりたいんだ。そのシュッとなって女の子にモテたいな。なるほどね。え俺細ブヨブヨだぜ。いや、昔したらもうコガケンさんがもう細マッチョに見えて、細マッチョに見えて。いや違うってマジで。これだよ。あちょっとイカ君がじゃあどれだけムキムキなのかちょっと見せてくれ。うん、はい。おいやちょっと恥ずかしいです。今も喋り出しそうな腹筋だね。でもちゃんとあれだね、くびれてるもんね。とか今部活やってるわけだ、はい、3年生、はい、でもうすぐ引退。もうすぐ引退ですね。そこからの食事制限しかないんじゃない。あとはもう有酸素運動ね。今はすでにさ筋肉がついてるわけだから、それを維持しつつ痩せていくしかないじゃない。でもさ別にこのガタイ良くなりたいと思ってる人いっぱいいるの、男でね、はい、僕は細マッチョよりモテると思うんですけど。いやいや細マッチョよりモテる可能性がある、その世界線があるのに、あなたがその可能性を消してるんだよ。分かっているかな。井川君に関してはそのね、正直全く悩む必要ないと思う。このままでいいと思いますよ、はい、いやでも自信が持てましたね、小池さんにその言われて。全然いいもん。何が細マッチョがいいや、本当に人の腹筋まで見させて。そんなことよりも普通に部活に集中しろ。